春と日本語、ポッドキャスト元気1 chapter 4昨日したこと。what I did yesterday。<music> どうも、こんにちは。日本語教師の春です。元気ですか私は元気です。 今は日曜日の午前8時半です。今日は日本語のクラスの後友達に会います。そして喫茶店でコーヒーを飲みます。さあ、今日は第4課。 ですね。私は今ニュージーランドにいます。ニュージーランドにたくさんたくさん自然があります。ここの川と山と海と湖は とても綺麗です。ニュージーランドに大きい町もあります。オークランドは大きいです。オークランドに160万人います。すごいですね。私は今、 クイーンズタウンにいます。昨日の朝、私はまず、ポッドキャストを作りました。その後、日本語のクラスがありました。そして、私は喫茶店で友達に会いました。 喫茶店はダウンタウンの中にあります。友達とたくさん話しました。それから友達と公園でのんびりしました。公園は私の家の近くです。 1>, 1時間半ぐらい公園にいました。午後7時ごろに友達とバーにも行きました。バーは公園の後ろにあります。私はお酒を飲みませんからコーラを飲みました。 バーにたくさん人がいました。昨日は土曜日でしたね。バーには2時間ぐらいいました。そして私は午後11時ぐらいに家に帰りました。今日はジムに行きませんでしたね。 みなさんは、きのう、何を、しましたか ?Words and phrases used in this episode. 自然 nature. 川 river. 山 mountain. 海 ocean or beach. 湖 lake. まず first. 作る to make. 私は毎朝、ポッドキャストを作ります。I make podcast every morning. その後 after that. 会う to meet. のんびりする to relax. Thank you so much for listening. Be sure to hit the subscribe button for more Japanese podcasts for beginners. Transcript is now available on my Patreon page. The link is in the description. Thank you very, very much for your support. Hi Dewa Mata Bye bye!